さて恐怖体験といえば私もこの間ありましたあるバラエティ番組の収録で私とお笑い芸人さんと女性タレントさんで何人かで出演していたんですけれども私がミスをしてしまってその時にお笑い芸人さんは「ひろなかちゃん可愛いいからオッケー」みたいなことをおっしゃってくれたんですねそしたらその隣の女性のタレントの方が「いやそんなこと言ってもらえるのあと3年だから」 真顔でで言われたんですよいや本当と背筋凍ってその後も本当に見れなかったです隣を本当に3年の間に早く一人前になるように頑張ります皆さん応援してください以上私の恐怖体験でした